毎度ジュエリーです。今回はウォーパスっていうゲームとのタイアップ。ウォーパスは架空の世界大戦を舞台とした戦略シミュレーション RPG ということで、じゃん架空の世界大戦を舞台にしてるということで、この機会に戦時中の食事のことを調べてみたら、缶詰とか芋とかをよく食べてたみたい。なんかそれこそ釣りして魚釣って食べたりしてないかなって思って、それも調べてみたらそんな時間もなかったみたい。まあ私は暇なので、この機会に当時をイメージして、まあ芋、まあじゃがいもでいいでしょう、だったり缶詰、まあ、トマト缶とか、あと魚、この3つで美味しいご飯を作ろうじゃないかと、そのために海に来た次第であります。なんならさ、この迷彩っていうかな、カモフラージュ力みたいなのがあるから、ワンチャン魚にもバレにくいのではないかと。この草木に紛れて爆鳥もあるんじゃない。まあとりあえずウォーパス紹介しながら、今夜のメインディッシュ、魚を狙っていきましょう。何でもいいねんけどな。おっ、おっ、来た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 、誰誰フグちゃんでした。フグはリリース食ったか、そろそろ。マジで可愛い、バイバイフグしか釣れへん。フグ以外の魚にフルムシ決められるんで、ちょっと移動。この辺の茂みとか、ヤブカラスティック感覚でお邪魔します。ダメだね、劣らんね、磯目ちゃん。キュッキュッキュッと、あ、やっぱなんかおるって、なんかおるわ。間に投げとこう。緩めない。やっちゃった。弾ないよ、弾ないで。そこってどうなってんの。いや、マジで嫌。君を逃がすことはできない。私は君を逃がすことができない。なぜならタイアップだから。おいで。はじめまして、どうも、こんにちは。ほんま、すごい、どうしよう、私何も考え、あれや、プライヤーや。よっこらしょ、よっしゃ、来たよ、ちょっと、映ってる、あ、見てた、みんな、やっちゃった、やった、でかない、ちゃんと立派、めっちゃ立派な血のっちゅっちゃった。ちょっと寒くて、上着羽織っちゃってて、全然迷彩とか関係ないんですけど、一応迷彩で釣った感出しとこう。やりました、ウォーパスさん、やりました。早速締めて持って帰って夕飯にいただきましょう。よかった、耐えた。帰宅、釣り場で締めて血抜きして持って帰ってきました。血ぬです、でかー、血ぬ、黒鯛、もう名前の通り黒い鯛って感じ。背びれがもうトゲトゲで、気をつけてくださいね。そんな釣りたてほやほやのチヌで、今日はトマトとジャガイモの煮込み料理を作っていきます。ひとまず鱗と内臓落としていきましょう。ゴリ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 、結構大きいな。ちょっとじゃあ鱗を入れる間にウォーパスの紹介もさせていただきますと、ウォーパスは戦車とか武器の種類がめちゃくちゃ多くて、第二次世界大戦中に実際に使われていた数百種類以上の軍事兵器とか、実験中で設計途中の伝説の兵器とかもあったり、なんかそういうのがリアルに再現されてるんで、やっててテンション上がりますね。私もともと軍事兵器っていうのかな、武器とか戦車とか好きで、それこそ昔本物の戦車乗りに
駐屯地行ったりとか、なんか家にスナイパーライフル、アサルトライフル、サブマシンガンとか、まあもちろん模型みたいなもんやけど飾ったりもしてるくらい好きやから、もう見てるだけで楽しいよね。たまに戦争映画とか見てる時に出てきたりするともう、あ、なんちゃらかんちゃらや、あ、なんちゃらかんちゃらや、勝手に楽しんでます。うん、もういいかな。結構綺麗に撮れたでしょ。オッケーオッケー。めっちゃ苔食ってる。苔で満腹できた。こんな感じで顔と内臓、血合いもしっかり落としました。あとはパッと3枚におろしちゃって煮込んでいきましょう。無理無理。こんな感じ。美味しそう。うん、匂いはちょっとあるけどそんな大しては気にならん。とりあえず3枚おろし終わったんで塩水に少し浸しておきます。よし、じゃあ塩水処理してる間に具材、ニンニクとじゃがいも切っちゃいます。じゃがいもの皮はもう軽くでいっか。芽は取りましょう、しっかりとね。まあこんなもんでいいでしょう。ニンニクはスライスで、血でも中骨とか落とします。あとはもう炒めて煮込むだけ。ポンポンポンってやっちゃいます。オリーブオイル、うわー、ニンニク、うわ、もういい香りで、血ぬ皮目からいっちゃおうか。うわー、うまそう。なんかプリップリやで、プリップリになってきた。うまそう。ちょっと塩コショウ振っちゃって、チンしたじゃがいも入れちゃって、なんかようわからんけど美味しそうな葉っぱも加えちゃおう。あ、うまそう。美味しい、これ。もううまいわ。トマト缶、ベベベベベベベ、コンソメで締める。美味しそう。まあじっくり弱火でコトコト煮詰めていきましょう。煮込んでる間に防パスちょっとやっていきましょう。こんな感じで戦場がめっちゃ広い。ほら、マップ上にはこういう敵の軍とか油田とか鉱山とかいろいろあったり、まあ、こんな感じでマップがめっちゃ広いんで、もう自分の偵察機とか送って行動できる範囲を広げていきましょう。リアルタイムで他のプレイヤーの司令部を覗いちゃったりもできるんで、ジロジロ見ちゃって、こことか隙だらけなんで自分の軍を送り込んじゃったりしましょう。この武器の射撃速度とか、あの弾込める装弾時間、リロードの時間かなとか、この射程距離とかのステータスが戦闘に影響するんで、まあ考えながら立ち回っていきたいですね。進軍、行け行け。こんな感じで自分の軍に指示を出して包囲しちゃったり、もう伏兵とかも忍ばしちゃったりしちゃったりして、いろんな戦略で戦ってみてください。ゴー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 、どん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 ドカーン。そろそろできそうなんで一旦休憩、先に腹ごしらえしちゃいましょう。完成。じゃん、茂みから釣ったクロダイのトマト煮です。腹が減っては戦はできぬということで、いただきます。すごいいい香り。チヌ、めっちゃうまそう。うん、もうバジルみたい。バジル美味しい。チヌ自体にそんなに味がないから、もうちょっと薄い味付けでもよかったかもしれない。ちょっと臭みが気になるかなと思って強めに香辛料を振ったけど、なんなら香辛料がちょっと邪魔なぐらい全く臭みも感じない。すごい淡白な白身魚。さばいてる時結構臭かったんですけどね。美味しい。トマトとニンニク最高。うん、じゃがいももホクホクや。うまっ。うん、めっちゃお腹空いてたからめっちゃ美味しい。米欲しいな。米すっごいおしゃれな味になりましたね。うまい。すごいラッキーやったな。あんな茂みの中からミミズちょん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 ってして。この服はあんまり関係してなかったな、上着着てたから。昔友達が釣ったチヌをさばいて食べた時になんかすっごい臭くて、海で釣ったんですけど、ほんまに海の魚かっていうぐらいなんか変な匂い、変な臭みみたいなって心配してたけど、全然大丈夫やった。ちゃんと美味しい。まあほとんど香辛料の味になっちゃったけどね。チヌ自体が美味しいって言ったらちょっと嘘になるかもしれへんぐらい、スパイスとかの旨味がすごい効いてる。まあひとまずごちそうさまでした。じゃあ腹ごしらえも済んだことですし、戦場に行きましょう。じゃん、これが私の今の基地です。ひとまずこれ見てほしいんが、この兵器、この種類をずらーっとあります。
これ全部第二次世界大戦中に実際に使用された兵器となっているみたいです。みんなも知ってる武器あるんじゃないかな。私もよく見覚えのある武器を見かけます。こんな感じで兵器が多い。戦車もめちゃくちゃあって、うわこれかっこいいな。もうでも実際昔戦車乗った時すごかったよ。耳がもうかゆいかゆい、ガガ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 ガ。みんなもね見てみてください、いっぱいあるんで。戦闘機とかもあるから航空シーンやな、マジで熱い。こう見た目色合いとかもうめっちゃ好き。訓練とか実際飛んでるとこ見たらサバイバよ、ぶっつぶつなる。うわ本物の戦闘機をすごいリアルに再現してるからかっこいいよね。こういう兵器とかを強化できるんでどんどん強化していっちゃいましょう。武器とかの他に軍艦も強化できるんで、皆さんにちょっともっともっと強くなっていただいて、私の部隊をねどんどん強くしていきましょう。部隊をみんなね編成して戦闘に備えましょう。これが私の兵器一覧なんですけど、いらんやつもあるんで、そういうのは分解しちゃってこういう素材にもできるんで、もううまいこと使っていっちゃいましょう。じゃあ改めて自分の軍隊を整えたところで戦いに行きましょう。よし、けいけいけ、かっこいい。これブブ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 楽しいんじゃないでしょうか。私はぼっちやけど、まあ知らん人のチームにも入れるから、まあ、入っちゃったりなんかして、まあ同志を見つけるのも楽しそうですね。さあというわけで今回はウォーパスを紹介させていただきました。まあ架空の世界大戦舞台にしてることもあってすごいリアルな、それこそ第二次世界大戦に使われていた武器とかが出てくるんで、やっぱりそこが私的には熱いかなと思います。こちらのウォーパス概要欄に URL を貼っておりますので、インストールしてぜひ遊んでみてください。ということで今回も最後までご視聴していただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上ジュエリーでした。さよなら。